よろしくお願いします。将棋キャスト2分切れ目やっていきます。これは角上がって、相手は角道を分けてこない気ですかね。しょうがないんで、引き角ですね。これはなんだ、端攻めを狙ってるのかな。わかんないときは組まりましょうかね。角引いて、角引いて間接的に飛車を睨んでいきたいですね。金を左に使ってみましょう。これで一歩持ったんで、さあどう来るか。いや飛車ぶつけて勝負したからよかったな。これは上がって、これは取るしかないのかな。ちょっとわかりませんが、さあどうですかね。時間は、角道が開いたのか。やっぱり飛車ぶつけて勝負すればよかったですね。同角の同銀の、これで歩を回収、銀下がって歩回収ですかね。ほう、この歩を回収できればおのずと勝利が見えてくるはず。こっち穴熊なんでね、これで回収と。局面も悪くないですね。僕も時間も全然勝ってるんで、まあ勝ちでしょう。こういう分かんないのは銀挟みされちゃうんで逃げましょうかね。まあ時間的にも勝ちですね。ここは歩ゲーなんで。これですね。ありがとうございました。